山崎武史はオリックス時代、地元名古屋での試合に関係者を大勢招待していたが、当日スタメンを外されたため激怒し、監督室にバットを放り投げ、GM に井原監督の解任を直訴した。満塁のチャンスで三振した堂上武弘が、打撃コーチから、ここで出塁できないようならば、死ね、と言われたのを横で聞いていた森岡は、死ねなんてひどくないですかと至極真っ当な反論をしたが、それが目上に対して言うことか、と逆切れされ、造反行為とみなされて1週間の謹慎を命じられた。阪神の空当ては1軍昇格のためにマツダスタジアムに向かったが、球場に着くや否やモチベーションが上がらないと言ってベンチ入りを拒否し、3日後に帰国した。松中は出番はないと言われていた試合で、終盤に急遽代打での出場を命じられたので、その扱い方に腹が立ち、その後の交流戦優勝セレモニーをボイコットした。